おはようございます。2014年7月31日木曜日、6時5分になりました。おはようございます。ちょっと今失敗してライブで見てる人はんって思ったと思うんですけど、配信した瞬間に停止してしまってすみません、ちょっと操作ミスりました。なんだかんだ言いながらも7月も最後ですね。明日から8月になります。暑い日がまた戻ってきます。台風がね、11号と12号だっけ、2つもできて、またこうこっちの方に向かってきて、1つは日本海側というか中国とか韓国の方回っていくんで、またこれが暑い空気をうにょっと太平洋側から日本に引っ張り込んでますし、でもう一つの方はどうも日本の方にこのまま、まだ全然わかんないですけども、ひょっとしたら方向的には日本の方に直撃またしてくるんじゃないかなということで、もうね暑いっすそればっかり言ってますけども、さて今日は IT メディアニュースからこちらですね。ニュース、 LINE モール出品者向けに LINE 配送開始、サイズ別一律料金匿名で配送。 LINE のオークションみたいなやつですね、出品購入者向けの物流サービスを LINE 配送っていうのを今度始めて、これなかなかねやるなと思ったのは、その全国一律サイズ別でもう料金がどこへ発送するのも決まっちゃうんですよね。フェリシモの物流サービスを使うらしいんですけども、しかも匿名で送れるということで、これますますね LINE でいろんなやり取りをする人が増えてくるんじゃないか、 LINE の物流物販というかそれが増えてくんじゃないかなという気がしますよね。今まで何がめんどくさいって、送料がやっぱめんどくさいんですよね。地域によって料金が違うとかっていう、その一律いくらっていうのはできないことはないんですけども、それをやろうとするとやっぱりこうどうしても高めに設定せざるを得ないか、あるいはもう大量に取引するとこだったらそういうこともできるんですけども、なかなかね小さな業者ではそれって難しかったんですけども、これでいくとすごく便利っちゃ便利ですよね。その全国一律で、サイズだけが決まってればいくらっていう風に決まってるんで、だから場合によっちゃこれ価格の中に最初から入れ込んでおけばね、なんていうの、送料無料とかって言って、実行することとかもできないこともないでしょうし、まあただまあこのね、そんなことせんでも、この料金一律っていうのは非常に分かりやすくて、これは多くの人が求めてたとこじゃないかなという気がします。だからこれひょっとしたらもうだんだん LINE の方の LINE モールに軸足を移してくる人たちとか出てくるんじゃないかなという気がするんですけど、ただいかんせん私LINE モール見れない人なんでスマホもタブレットも持ってない人なんで、LINE モールどんな感じで使ってるのかさっぱりわからないんですが、どんなものが出品されてるかとかね、相変わらずそのオークション関係、ヤフオクですよね、ヤフーショップとか、一般の人たちというかいろんなところからすると、楽天か、ヤフオク、楽天も出品料結構高いんで、ヤフオク、ヤフーショッピングあたりでこう販売するっていうことの方が、コストかけずにやるっていう意味では小さなところはね、そっちの方がやりやすくはなってきてるとは思うんですよね。でそこに新たな、そこの対抗馬というかとしてこう LINE モールが出てきてるような私は気はするんですけど、どれぐらい今取引が行われているのかちょっとまだ見えてないんですけども、ただこの全国一律料金の LINE 配送が出てくるとですね、ここですごく変わってくるんじゃないかなという気がします。でかつそのスマホでね検索して、買うっていうことに適した商品とかやはりあるので、なんていうんですかね、ネットでしか売れない商品っていうのもやっぱりあるんですよね。そのお店に行って買う
ていうよりも、その例えばあのいわゆる、コンプレックス商品と言われるものですね、ダイエット関係から始まって、その、男性だったら育毛剤とかね、そういうものとか、あの鼻毛カッターとかね、そういうのとか、まあ、そういうのって比較的この通販で売れることがやっぱ多いんですよね。買いに行くのが恥ずかしいっていうのがあったり、あの薬とかでもあの地の薬とかね、そういうものもやはりその通販の方が売れるんですよ。だからそういうものっていうのはやっぱり適してるものっていうのはあってですね、だからそこを考えていくと、ますますそのスマホみたいに他の人に見られないでこう買うことができる。で、パソコンだと履歴が残ったりなんかして他の人が見たりする可能性もあるんですけど、まあ、スマホだとね、まあ、自分しか見ないっていうのがあるから、そのあたりで、ひょっとしたらそこにすごく適した商品、商材っていうのがあるし、サービスっていうのがあって、こういうもので LINE 配送とかで、まあ、送料も一律になってくると、ますます売りやすくなってくる、買いやすくなってくるんじゃないかなという気がします。どうなんでしょうか。まあこれでね、また日本の経済のあり方というか、物の売り方っていうのはいろいろこうね、単に物を売るって言ってもいろんなこうチャンネルがあるので、そのどういう売り方をするか、どれが適してるのかっていうのはやっぱりもう考えないと、同じようにやってても全然うまいこといかないということもありますし、そのちょっとしたことの違いでね、ものすごく売れたりするようになる、そんな時代になってきています。まあ、ちょっとこの LINE 配送どういう風になっていくのか、これひょっとしたらね、こういうなんでうまくいくっていうのが分かれば、他のところもどんどんその展開してくるんじゃないかなという気がしますけど。さて、そんなところでもう6時13分になりました。今日は7月の最後の日です。もうね、悔いのない7月にしましょう。なんだよくわかりませんが、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。